赤崎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 ラーメンマシモリ野郎宇治小倉1号店ということで、マシモリ野郎マシモリ野郎です、ご覧ください。近鉄京都線ね、これ小倉って駅もあるけど、これは小倉駅です。これね、あ、京都じゃないですもんね、小倉はね。そう九州、九州だから、ね、小倉はね、で、2019年6月にオープンした新店舗なんですけども、あの看板に似てますが、都内にある野郎ラーメンとは関係がございません。野郎ライスって書いてありますね。そう、でこれね、ちっちゃくマシモリって書いてありますよね。マシモリ野郎さんなんです。あー、なるほど。そこだけ開けとく。はい、お願いします。ということで食券見ていきましょう、ね、汁なし野郎で、屋台中華そば野郎ライスなどなどで、麺量がミニから中までは同料金ね、で台の 400g のみ100円追加だよということですが、なるほど、ちょっとね、今回は中、まあ、300g の、まだこの同料金では一番多いものを選択して、うるす、なるほど、こちらです。いやー、色がいいっすね。な、豚の色とね、油の色が、いや、そうなんですよ、茶色が多いね、で、ニンニクこうやって乗ってるんですけども、セルフニンニクもございます。あ、なるほど、プラスできると。そうなんですよ、で、油はね、かなりしっかり味が染み込んでる大好きなパターン。そうですね、池袋二郎みたいな。あ、そうで、着弾待ってる間、なんとですね、返しもやしが出てくるんです。おー、なるほどね。ということで、まずは先付けもやしからいきましょう。一風堂みたいな。確かにありますね。ずっしりと濃い返しに浸ってまして、もやしが淡白にならない、前菜として、先付けから出てくるお店としては、僕はね、初めてで楽しくて美味しかったです。いいっすね、これはね。ごちそうさまでした。いや、このテロップ終わっちゃうんでしたら、ありがとうございました。いや、こっからでしょ。まだまだなんちゃってって。いいよ、そういうの。ということで、豚行きましょう。はい、やっぱね、ずっと写真で見る限り、もう豚がやっぱ美味しそうだったんでね。そうですね、これね、まあね、すんごいね、ギュッチンギュッチンですわ。ギュッチンギュッチンで、ギュッチンギュッチンのブーターなんでね、本当にブーター、味付けがね、非常に甘さが特徴的で、まあ藤丸の豚に似てるんですけど、油がやっぱ少ない分ね、そうですね、見た感じ、まあ、パッサリ、さっぱりと食べられる。パッサリ、パッサリ。さっぱりです、さっぱりね、さっぱりです、はい、食べられますね。そして見てください、スープ、これはね、すごいですよ。皮乳化具合が半端ないですね。そうなんですよ、で高級醤油を使用しているということで、醤油自体がですね、甘いんですよ。みりんの甘さじゃない。あ、そうなんですか。そうなんですよ、これがやっぱりこのお店の中心となっているでしょうというところで、うわ、やっちゃいますよ、このニンニク油をね、ちょっとクスクスのような粒の。いやいやいや、そうかな、アフリカのね、あの主食のご飯だけど、もっと粒ね、でかいけど。あ、でかい、でかいけど。はい。そんな中、野菜油、いっちゃいましょう。ビクタ。ビクタです。ビクタ、ね、伸ばしちゃうとビクターになっちゃうけど、ね、甘みする。ビクターは、はい、非常に。ややくたね。ややくたです。油がうまいんです。いや、うまそうっすね、油ね。これはうまいですよ、本当に。一気にかき込みたい、油だけを。油だけをもっとマシマシでもよかった。麺を、麺はですね、やや細の平打ちの全粒粉らしいです。全粒粉麺、どちらかというとデロ麺なんですけども、硬さとしてはまあ平均的かな。あ、なるほど、バランスがいい。で、全粒粉だとですね、小麦のあの外の皮まで丸ごと入ってますので、風味が強まる、そしてワシッと感が強まる、さらに栄養価も高いという3本の矢みたいなことですよ。矢なんですか。3本の矢ですよ、本当にもう。卓上ニンニク、卓上ニンニクもあるんです。そう、だから途中でこうやって入れまくるね。やっぱあのもう食べちゃったんで、油と一緒に全部ニンニクをね、よいしょ、いはんなりとしたピカラニンニクです。はんなり、はんなりしてます。独特の表現が多すぎるんですよ、さっきから。やっぱ京都なんでね、はんなりニンニクということで、京都も合わせてね。そうもともと赤星が癖が結構あるから。あ、そうなんですね、癖の上に癖を足していくような。スープの甘さをね、壊しすぎないという点では、このニンニクの辛さは十分なんじゃないでしょうか。ということで、卓上返し、これがね、いや、もうこれ恒例になってる。これですよ、もうしょっぱレベルが4なんだけども、参考にすんのかな、これはね、ほんと大事ですよ。あの、やや甘ですが、甘さよりも醤油感が先に入ってる。で、後味として甘さが押し寄せてくるタイプの醤油です。ものすごい詳細に話すね。いや、本当に関東では味わったことがない。時間の店だけあるね、やっぱね。あ、まあやっぱりね、あの、すごい大変に行ったんで、こちらは。どういうこと？大変に行ったんで、こちらはね。で、野菜はね、あの、いろんなものに染み込んでるんで、どんどんかけてほしいというと、はいはい、さあ、そして胡椒来ましたが、なんとこちらの胡椒、ご覧ください、ハラル認証の
ハラル認証。そうなんです。なんですか？イスラームの方でも安心してお使いいただける。うん、まあ言ったら戒律として豚を一切使ってないよっていうのが証明されてる胡椒なんです。いやでもあの。はい、丼の方に豚入り方、あ、そういうことなんですよ。意味ないでしょ。なので、はい、そうですね、まあ、絶対必然的に豚食べるでしょ。豚は食べちゃうんで、豚は無理かなっていう言いたいところ。まあ、一応解説として、でもハラル認証はされてるんで、まあ、事実ですからね、そうなんですよ、うん、噛んだ時の胡椒のね、感じがすごい強いということで、蓋とかして甘みが増した野菜に黒胡椒をかけてくる、まあ、ベシッと胡椒の強さが感じられるんで、そこがおすすめ。ね、でさらに今最終的なダイレクトースで、ね、ダイレクト、ダイレクトースです。はい、胃袋整えただけなんで。そして結果入れなかったじゃん。ごちそうさまでした。よかったねラーメン野郎さん。マシマシベルト京都まで行った甲斐が、ね、まあ、マシマシベルトショー 88.8 ということでね、88.8 で、行ってまいりましたが、宇治市にあるんですよ。あ、宇治市、10円玉でおなじみ、10円玉でおなじみ出てきますか。はい、なんどこでしょうこれ。え、どこでしょう。残念、平等院鳳凰堂です。なんかめっちゃブレちゃったよ。はい、だから、あの焦点当てた場合とは当てなかった。あー、なるほどなるほど。そうそうそう、また新しい効果をちゃんとチョイスして。あ、そうですそうです。で、まあ近くのね、これが内側なんだけど、あ、撮影料もちゃんと降りて。そうなんですよ。いやー、9月だったんです。非常に清々しい京都でございました。ちゃんと旅行してるじゃん。あ、すいません。楽しそうだね。いやー、良かったよ京都。うん、ジロの旅だ。はい、ということでね、今回はこの涼しげな京都行ってまいりましたが、はい、ちょっとね、実はなんと一つ触れておきたい。なんすか。なんと旅の工程でもう一回宇治に行かなきゃいけないことがあって、2本目もございます。あ、じゃあ次回も京都編。次回別のあのお店です。次回じゃねえ、あのお店です。その次、ごめんなさい、もう一杯ちょっとね、紹介したいものがあるんで。じゃあ、まあ交互期待ということで。交互期待。はい、ごちそうさまでした。はい、you